アテナイの地図。北西にアカデメイアがある。プラトン時代のアカデメイアを描いたモザイクが、アカデメーア土地。ギリシャのアテネ。アカデメイアは、古代ギリシアのアテナイ北西部郊外にあった、英雄、アカデモスの少林にちなむ神域、リュケイオン、キュノサルゲス等と並ぶ、代表的なギュムナシオンの所在地でもあった。青年たちの教育に熱心だったソクラテスは、 足しげくこのアカデメイアやリュケイオンのギムナシオンの青年たちを見て回っていたことが、プラトンの対話編、リュシスなどにも描かれている。紀元前387年、プラトンがここに学園を開設したため、この地名、アカデメイアがそのまま学園名として継承された。三術、気化学、天文学等を学び一定の予備的訓練を経てから、理想的な統治者が受けるべき哲学を教授した。 特に、幾何学は、感覚ではなく、死位によって知ることを訓練するために必須不可欠の、ものであるとの位置づけで、学校の入り口の門には、幾何学を知らぬ者、くぐるべからずとの額が掲げられていたという。これらの学科や、問答法をもっぱら学ぶことの必要性、また、これらが、鉄人王、夜の会議といった、国政、法律を保全し、その目的を達成すべく、 国家を主導していく人々に必要な教育である。理由は国家や法律等で詳しく説明されている。プラトンの死後、学党の地位は老い、スペウシッポスが継いだ。アカデメイアの学党は、プラトン、スペウシッポス、クセノクラテス、ポレモン、クラテス、アルケシラオス、カルネアデス、シュリアノス、プロクロス、マリノス、ダマスキオスである。時期によって学説に相違があり、 小アカデメイア派、中期アカデメイア派、新アカデメイア派等を何期かに分かれる。スペウシッポスの時期には数学変調の傾向が見られた。末期アカデメイア派は会議論が主流となってストア派と対立し、当時のアカデメイア派は会議論者と同義に使われた。東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス一世のヒキリスト教的学校の閉鎖政策によって、 アカデミアは529年にその歴史を閉じた。アカデミアが学校として有名だったことから、ヨーロッパではネオプラトニズムの流星と、相まり高度な研究内視教育機関をこれにちなんで、アカデミー、アカデミカなどと名付けることが行われた。ルネサンス期のフィレンツェにおけるプラトンアカデミーは、メディチケと人文主義者の指摘サークルであったが、 アカデミーという言葉が用いられる端緒となり、制度化されたものとしては、フランスのルイ13世一家における、フランス王立アカデミーなどが著名である。森1988。ありがとうございます。